ありがとう整体の平野です。骨盤調整ってね、この整体ではすごく、流行っているというか、骨盤、矯正しましょうみたいなね、このいろんな、書物であったり、宣伝であったりね、こうしてるんですが、私が考える、骨盤調整、で言えばですね、座骨のこの接地面のね、問題、これは本当に、脳のこれもね、この指令間違いなんで、普通の、骨盤調整では治りません。で、そして、この関節にあるね、この靭帯が緩んでる場合はですね、これは、これも脳の勘違いなので、それを修正しないと、ネジが緩んだまま、いくらこの押したりね、引っ張ったりしてもですね、軸がないので、調整が、できないというふうに私は考えます。で、もう一つはですね、これちょっと手足、取ってしまったんですが、昔の四つ足動物の方に、というふうに考えると、同じような骨ですね、そこに前足、後ろ足がついているとしたらですね、やっぱりこの連動性ですね、骨盤の動きと、肋骨というかね、この、肩甲骨というか肋骨の動きが、やっぱりこの連動して、この推進力を生んでいる。でもそれは立ち上がっても一緒で、肋骨が動くことで骨盤もこの動いて、この4つがね、4つのエンジンっていうのは、この4つのエンジンがこうきれいに動くことで推進力を生んでいくというね、ふうに考えると、骨盤調整をするのに、肋骨も動くようにしなければいけないし、肋骨を動かすためには、骨盤もね、やっぱり動かさなければいけないし、このね、相対するというか、このね、昔の、動きというものをね、ちょっと頭の中に入れてね、施術をするとですね、効果が上がるのではないかというふうに、私は思います。骨盤じゃなくて、骨盤調整だけをね、してもですね、肋骨が動かなかったらね、こんな動きになってしまいますね。ですからぜひね、この肋骨調整ね、特に、この、頭院の肋骨のね、この動き、柔らかく動く、しなやかに動く、このね、肋骨調整はね、ちょっと半端じゃないっていうふうに、私は考えているので、ぜひね、お越し、ください。ありがとう整体の平野でした。ご視聴どうもありがとうございます。